福岡県のギャラリーのろぺこです。全国から届いたハンドメイド作品をご紹介していきます。こちらは可愛い猫の生地でお薬手帳ケースです。お薬手帳のほか通帳とかも入ります。形が同じなのでまずはこちらで詳しくご紹介していきますが、生地を最初に広げて撮影していきます。きなりに猫のお顔が可愛い生地です。男性の方にもおすすめです。本体部分はボタンに引っ掛けるタイプなんですが、厚みがあるときは結び目を変えてください。そして内側もとっても機能的なんです。こちら左側にポケット、そして右側ファスナーポケットと大きなポケットがあります。このようにポケットの説明のタグをつけてくださってますので、贈り物にも最適です。左側のポケットは一番下のポケットが深みがあるポケットです。そしてこのポケットの下も大きなポケットになっています。ファスナーポケット側ですが、ファスナーポケットの下は大きな本体側にもポケットがあります。通帳を重ねて撮影していますが、ちゃんと大きさに余裕があります。形は同じです。他も生地をご紹介します。デニムに猫ちゃんの生地。内側です。パリの街並みの生地です。こちらは、アンティークな猫ちゃんの生地。スプーンでご飯を食べさせてもらっています。他も切ってみたいです。かわいい猫の生地。内側はいちごの生地です。こちらはリアルな猫がたくさんの生地です。内側は大きなドットの生地。こちらはリアルな猫が可愛い生地です。手触りが良いです。内側はすっきりしたストライプの生地。こちらは鮮やかなお色にクレヨンのような猫とか、あと家具とか、いろいろ可愛いです。内側はすっきりしたストライプの生地です。またすべてのお薬手帳ケースは厚地の芯が使ってあるのでしっかりしています。お店の入荷情報ページは動画に表示されるカードをクリックしてください。各作家さんの詳細ページをご案内しています。またのろぺこでは常時委託作品も募集しています。詳細はお店のホームページをご覧になってみてください。You can now order from men overseas. No knowledge of Japanese is needed because we'll handle everything with answers for any questions you might have in your language. Please check out my shop. https://min.com/@noropeco